刑になるために9人を殺傷した男、一体何が彼を駆り立てたのでしょうか。2008年3月23日、茨城県土浦市。午前11時、 JR 線荒川沖駅に鳴り響いたけたたましい悲鳴。駅構内では通りすがりの多数の人々が何者かに切りつけられ血を流し倒れていました。白昼堂々の犯行に騒然とする駅構内。犯人金川正弘はその騒ぎをものともせず駅を後にするとどこかへ向かって歩みを進めるんです。彼が向かった先はなんと現場近くの交番。金川は無人だったその交番へ足を踏み入れると置かれていた呼び出し用の受話器を手に取りました。私が犯人です。神奈川が犯人を名乗ると数分後に駆けつけた警察官が彼を逮捕。駅での犯行を合わせ9人もの人を傷つけ自ら名乗り出たその理由を神奈川に尋ねました。すると彼はこう言ったんです。死刑になりたかった。死刑になるために9人の無差別殺傷事件を起こした犯人、一体彼はなぜ自ら死刑囚になることを望んだのか。男を強行に駆り立てたのは誰からも認められない人生の絶望だったんです。おそすけんちゃんです。いやみやみこんです。最近ね、僕ね、鬼滅の刃見て、刃見てるんですよ。面白そうなアニメね、鬼滅の刃。うん、刃が長い鬼が、刃で人を殺しまくるっていう。倒す側はどうなの、うん、倒す側は、刃以外が全部長くて、鬼の刃と自分のスキッパの刃を合わせるとパズルみたいになって鬼がなくなってくる。千年パズルみたい。ぜひ実写化求めます。うん、はい。本日ご紹介するのは茨城県土浦市で起きた土浦連続殺傷事件について。駅構内をはじめとする場所で9人の男女が殺傷された非常に恐ろしい事件。駅構内ってことは無差別殺傷事件ってことでしょう、うん、どんな人がこんなことを起こすのよ。まあね、彼の人間性も気になるんですけれども、彼はね、事件を起こしたその足で交番に駆け込むんです。犯人はね、一体何が目的だったんでしょうか。異常な願望。2008年3月23日、茨城県土浦市。午前11時過ぎ、ふらふらとした足取りで交番にたどり着いた一人の男。誰もいないその交番で男は呼び出し用の受話器を取りました。そして電話がつながると同時に男は静かな声でこう告げるんです。私が犯人です。電話口でそう告げた男の名前は金川正弘。実はこの数分前、交番から200メートルの距離にある JR 線荒川沖駅で警察官を含む8人が襲われる無差別殺傷事件が発生。犯人の金川はなんと犯行の数分後に警察へ出頭したんです。駅構内では8人のうち1人が死亡。さらに神奈川はこの4日前にも住宅街で男性を殺害しており、一連の事件は7人の重傷者と2人の死者を出す結果となったんです。警察からの聴取に誰でもいいから殺したかったとあまりにも身勝手な動機を供述した神奈川、約1年6ヶ月後彼に下された判決は多くの人の予想通りの死刑でした。そんな誰もが重く受け止めるはずの判決を下された直後、メディアの取材を受けた神奈川、彼はこの時の心境を次のように語りました。完全勝利といったところでしょうか。死刑判決になって完全勝利ってさ、死刑を望んでたのこいつは。そうなんです。神奈川はですね、逮捕直後に死刑に対して異様な執着を見せていたんです。通常被告人から依頼を受けた弁護士は少しでも刑が軽く済むように裁判に臨むもの。神奈川の弁護士もそんな当たり前の心構えで弁護を行おうとしていました。すると神奈川は弁護士を変更させてくれ、なんとそう言って減刑を取り付けようとする弁護士への不信感をあらわにしたんです。結局再度の弁護士の選任には時間がかかると聞かされ、彼は弁護士の変更を断念。その後も神奈川は裁判がなかなか開廷しないことに常に苛立ちを示していました。さらに裁判の席では遺族の意見陳述に際して裁判が長引くことに激高。目の前の机をひっくり返して怒り、死刑求刑の際に陳述を求められてもだんまり。そして死刑判決が言い渡され、弁護士が即日控訴を行った際にも自ら控訴を取り下げているんです。一体なぜ神奈川は死刑に対してこれほどに異様な執着を見せたのか。その理由は幼少期から誰にも認められず何者かになることを求め続けた彼の葛藤にあったんです。1983年10月13日、神奈川は外務省官僚の父親と、父親とは11歳年下の母のもとに生まれました。神奈川は妹2人に弟1人を含む6人家族で、父の仕事もあって、幼少期は中国やアメリカなどで生活。子煩悩な父は神奈川を大層可愛がりましたが、彼が物心つく頃、その扱いは一変するんです。大成する人間が頭角を現すのは小学3年生まで。3年生の時点で優秀かどうかで将来が決まるんだ。そんな持論を持っていた神奈川の父。一方で
で当時の神奈川の評価は、真面目に取り組むが限られた時間内での学習が苦手、漢字掛け算が理解できていない、学習進度は遅れがちというもの。神奈川自身、父の期待に応えようと必死に努力したものの、なかなか実を結ばない状態にありました。すると父親はなんとこの時点で神奈川に見切りをつけ、彼を一切相手にしなくなったんです。どうせ俺は出来損ないなんだ。こうして神奈川は幼心に自尊心を失うことに。そんな彼も中学までは特に目立った問題行動もないように思えましたが、高校生の頃ある変化が訪れるんです。俺は宇宙と一体になるんだ。超常現象や精神世界に興味を持ち始めた神奈川は、そう言って座禅を組み、瞑想する姿をたびたび見せるように。さらに修学旅行の課題として提出した作文には、次のような内容が記されていました。愚かな下等生物がごとき野蛮な人間ども、お前たちはどの道滅びの運命にあるんだ。精神世界に興味を持って、どう間違ったらこんなセリフが出てくるの。父親にね、認められずに育った神奈川は、他者を貶めることでしか自分の存在意義をね、感じなくなっていたんです。そしてこの後のある出来事で、神奈川は自分がね、何者でもないっていうことを悟ってしまうんです。それは神奈川が高校3年生を迎えた頃。彼はずっと大学進学を希望していましたが、この頃になって急に大学に興味がなくなったと言い始めるんです。就職する気か。神奈川の様子が気がかりだった担任はそう言って彼の意向を伺い、土浦市内の和菓子会社を紹介。乗り気になった神奈川は同級生にも嬉しそうに、和菓子会社に就職して手に職をつけるんだと話していたと言います。そしてそれは神奈川が和菓子会社の面接を受けに行った時のこと。君もう帰っていいよ。工場見学を終えたところで、職員から唐突にそう言い渡された神奈川。そう、神奈川は面接さえ受けさせてもらえず、門前払いにされてしまったんです。神奈川は周囲には自分の意思で面接を断ったと話しており、この和菓子会社での一件が彼のプライドを傷つけたことは明白でした。最終的には同級生らの説得で思い直したものの、一時は高校卒業も拒否しようとしたほど、彼は和菓子会社を紹介した担任をずっと恨んでおり、殺意を抱くほどだったと言います。就活で一回門前払い食らっただけでって私からしたら思っちゃうけどさ、そんだけ彼は自分の存在意義が示せる場所を探してたってこと。まあね、僕らからするとね、考えとか姿勢とか含めて全部がね、もう甘いように見えるんですけど、まあ、どれほどね、彼の父親がね、神奈川自身に無関心だったかっていうのを思い知らされる話です。高校卒業後、神奈川は何度かアルバイトをしようとしましたが、いずれも長続きはしませんでした。次第に彼は自宅に引きこもり、毎日ほぼ誰とも話さずにゲームに没頭するように。そして働きもせず、ただ時間を潰しているだけのその日々に、神奈川は強くこう思うようになるんです。毎日がつまらない。そんな彼が思い至ったのは、自ら命を絶つこと。しかし実行に移そうと思うと、痛みや失敗した際の苦しみなど、様々な恐怖が頭をよぎるんです。そうやって思考を巡らせるうち、神奈川は自分にとって一番楽な答えをひねり出したんです。そうだ、死刑になればいいんだ。何、そんな理由で殺人を犯したのこいつは。自分が何者でもないから、つまらないからって。神奈川はですね、長年誰からも認められないっていう中でね、葛藤してたんです。その中である種の精神疾患を患ってしまうんです。というわけで、本日のメトラキーワード、間接自殺について。間接自とは、死刑になることで自身の命を絶つために無差別殺傷などの重大犯罪を犯すこと。殺願望を抱くものの、自分の力では死にきれない、一人で死ぬのは惨めなどの理由から、殺人事件を犯す犯人がしばしば現れるんです。海外では警察に射殺されることを目的に犯行に及ぶ例が多いため、スーサイドバイコップと呼ばれることも。大阪池田小事件、秋葉原無差別殺傷事件など、日本でも願望から殺人事件が発生した例は少なくないんです。間接自殺を望む犯人には、単純に自殺を望む心理と、事件を起こして社会に一泡吹かせようという承認欲求の心理が複雑に入り混じっているんです。犯人は自分を過大評価し、他人を見下す自己愛性パーソナリティ障害、犯罪に罪悪感を感じない反社会性パーソナリティ障害に該当する場合がほとんど。神奈川はこのうち自己愛性パーソナリティ障害と診断されているんです。父親に見捨てられたことが神奈川にとっては精神疾患につながっちゃうくらい、かなりショックなことだったってことなのかしらね。まあ、そのことについてはね、後ほど触れるんですけれども、神奈川はついにね、事件を起こすことを決心してしまうんです。彼のね、犯行の全貌は果たしてどのようなものだったんでしょうか。死刑のための殺人。2008年3月19日、神奈川は自転車にまたがり、近隣の小学校へ向かいました。警戒心が薄く、抵抗する力のない子供が集まる場所。彼は殺人事件の舞台に小学校を選んだんです。しかし、そこには神奈川にとって想定外の光景が広がっていました。くそ、大人が邪魔だな。その日は小学校の卒業式。長く引きこもっていた神奈川は、世間が卒業シーズンであることをすっかり忘れていたんです。そこから神奈川はターゲットを変え、住宅街へ自転車を走らせます。彼はたまたま目についた民家の前で自転車を止めると、
その家のインターホンを鳴らしました。すいません、自転車の空気入れを貸してもらえませんか。玄関に姿を現した男性に困った様子で頭を下げた神奈川。男性は空気入れを取りに家の中へ戻ろうと彼に背を向けるんですが、首元に激痛を覚え、その場に崩れ落ちた男性。そう、神奈川は男性が後ろを振り向いたその瞬間、彼の首を切りつけたんです。実は怖いのにも人を殺すことにはこんな迷いがない状態になれるって、人って怖すぎる本当に。これもね、自己愛性パーソナリティ障害の特徴で、もうね、自分さえ良ければね、他の人がどうなったって知ったこっちゃねえって、そういう精神だったんです。男性を殺害した後、自転車も回収せずに慌てて自宅へ戻った神奈川。まだ捕まるわけにはいかない。彼はそう思考を巡らせながら返り血を浴びた服を着替え、部屋の壁に OZ と大きく赤い文字を書くんです。 OZ は神奈川が気に入っていた物語オズの魔法使いにちなんだもん。神奈川はそのマークを連続殺人鬼の証として自室に残しておくことにしたんです。そう、彼の目的は殺人事件で死刑になること。複数人を殺さないと死刑にはならないことを知っていた神奈川は殺人の証拠をわざと残す必要がありました。そして目的を遂げるまで彼は絶対に捕まるわけにはいかなかったんです。ここから神奈川は最寄りの荒川沖駅から常磐線で秋葉原へ到着後、顔が割れないよう理髪店で丸坊主にしてからビジネスホテルに宿泊します。一方、警察は乗り捨てられた自転車や自宅から発見された血染めの服、壁に描かれた OZ の文字などから神奈川を犯人と断定。指名手配となった神奈川はいよいよ焦りを募らせるんです。そして1件目の殺人から3日後の3月22日、神奈川は東京神田のホテルにチェックイン。その時のことでした。そろそろやらないとやばいな。指名手配中の身でありながら受付で危うく本名を書きかけた神奈川。このことで彼はもはや猶予はないと悟るんです。2008年3月23日午前11時、 JR 線荒川沖駅には多くの警察が配備され厳戒態勢が敷かれていた。指名手配された神奈川が地元周辺にまだ潜伏している可能性があったからだ。そしてそれは電車が到着し、ホームから改札へまばらに人が上がってきた時のこと。首筋に強い痛みを感じたのは改札付近を見張っていた警察官。彼とすれ違ったのは黒い上着にニット帽をかぶった男。警察官が血を流し倒れると駅構内は悲鳴に包まれた。一方でニット帽の男は動揺も見せず、西口から東口にかけて歩みを進め、居合わせた通行人に手当たり次第にナイフを振りかざしていった。もたもたしていれば警察に捕まってしまう。そう焦りを募らせた神奈川が犯行現場に選んだのは地元の荒川沖駅でした。人が多すぎず少なすぎず、自分もよく勝手を知っている場所。大量殺人を犯して即座に自首するために地元の駅はうってつけだったんです。4日前に男性が殺害された事件を含め、神奈川は合計9人を殺傷。そのうち2人が命を落とす結果になりました。これで死刑になったとしてもこいつにとっては何の罰にもならないわけでしょ。こんなもんどうしようもないじゃないのよ。本当にね、死刑が罰にならないなら何にも意味なくなっちゃうんですよね。まあ、ところでなんですけれども、先ほどのね、父親の家庭内での振る舞いがね、神奈川に悪影響を与えたのかっていう点がね、まあ、重要なんですけれども、まあ、裁判ではですね、神奈川の家庭内における闇深い事情もね、浮き彫りになってきた。神奈川の裁判に出廷した彼の妹は証言台で次のように発言。初めて知りました、兄が24歳だったなんて。そう、神奈川の妹は兄の年齢すらも知りませんでした。実のところ神奈川と妹は一家でも犬猿の中で、当初の計画では神奈川は最初に妹を殺害しようとしていたほど。この他にも彼女は法廷で神奈川をクソ野郎と罵るなど、その関係は誰の目にも冷めきっていたんです。そして異様なのは神奈川の弟も同じ。兄の死刑に関しては特に何も思いません。そもそも家族の誰が死んでも悲しいとも思いません。実は一家で引きこもりになっていたのは神奈川だけではなく、証言台に上がった妹と弟もまた同じでした。そんな子供たちを前に父親はこう妻に話していました。みっともないことを周りには話すなよ。4人の子供のうち3人が引きこもりになっているにもかかわらず、父親は彼らが自分の子であることを恥じるように振る舞い、我関せず見込みのない子供たちを容赦なく見放してしまう。その態度が一家の空気を曇らせていたことは明らかでした。父親の振る舞いで自尊心を傷つけられた子供たちと、そんな家庭の中で子供たちとの接し方に悩み、進学のことも就職のことも何も聞き出せずにいた神奈川の母。そこに残ったのはまるで他人のような家族関係だけでした。そんな一家の事情が浮き彫りになったその裁判で、神奈川の父はただ一言こう漏らしたんです。私たち家族はごく普通の一家だと思っていました。
息子には死刑がふさわしいと思います。裁判官に向かい淡々とそう告げた神奈川の父、証言台でそう話す父の様子を神奈川はうっすらと笑みを浮かべながら眺めていたといいます。自らの鬱屈とした思いを晴らすために多くの無関係な人々を巻き込んだ神奈川、最も身近な家族とのつながりを持てなかった彼の心に他人を思いやる気持ちは存在しませんでした。2010年1月5日、神奈川は望み通りに死刑判決に。意外だったのは死刑執行場を有する東京拘置所への移送の際に彼が大暴れし、移送日が大幅に延期になったこと。神奈川は自ら死刑を望んだものの、いざその事実に直面し急に怖くなったというのでしょうか。2013年2月21日、神奈川は29歳にして死刑執行。それが本当に彼の望んだ最後だったのかは今となっては誰にも分かりません。